英語学習の時間がやってまいりました。How are you doing, everybody? 皆さんいかがお過ごしでしょうか？最新の時事ニュースを使いながら、英語力、そして英語力とともに情報力も上げていきましょう。日本のお隣、朝鮮半島、南北、韓国、北朝鮮、それぞれに非難の応酬、風船の飛ばし合いということで、本当に、人間って難しい生き物、仲良くできないということで緊張が高まっているこのニュースを使いながら、英語力とそしてお隣朝鮮半島で何が起こってしまっているのか情報力を上げていきましょう。まず字幕ありで、英語字幕ありで確認して、ニュースのアウトライン、概要を捉えていきたいと思います。次に、しっかりと NHK ワールドキャスターの上手な英語をお手本に、私たちも英語を声に出して音読をしながら、日本人が一番苦手と言われている英語を話す力、スピーキング力を上げつつ、難しい単語表現、そして一体何が起こっているのか、情報力も内容も日本語字幕を参考にしながら見ていきましょう。そして3番目は字幕なし総まとめということで、英語のリスニングと NHK ワールドニュースの映像とともにしっかりと振り返っていきたいと思います。学習の際、5W1H 意識するといいと思います。5W1H というのは、When, Where, Who, What, Why, How という疑問詞ですね。いつ、どこで、誰が、何を、なぜ、どのように。このあたりの疑問を聞き取れるように、しっかりと集中して見ていくと、学習効率も上がって、しっかりと、集中力維持できると思います。英研究家10チャンネル、英語を学びながら情報力もアップできるな、いいなと思った方はぜひ、チャンネル登録、高評価、コメントなんかもよろしくお願いいたします。それでは NHK ニュースを使って、私たちのお隣韓国で一体何が起こっているのか、英語を学びながら情報力もアップしていきましょう。Let's get it started. では左側の NHK ワールドニュース、右側の英語原稿ありで見ていきましょう。読まれているところ、原稿にこのようにカーソルを合わせていきますので、必要な方は参考にしてみてください。字幕がなくても聞き取れそうだ、聞き取り挑戦してみようという方は、字幕は無視して左の NHK ワールドニュースだけ集中して見ていきましょう。それでは、Let's try to understand the outline of this NHK World News with English subtitles. Let's try it. We begin on the Korean Peninsula, where the South Korean military says it has confirmed more than 300 balloons carrying trash from North Korea since Saturday night. South Korea's Joint Chiefs of Staff says it counted about 330 balloons from across the border. Some were found over the capital Seoul and Gyeonggi province. About 80 balloons have reportedly landed inside South Korea. They were collected by the military and police. Military officials say the balloons were carrying paper and other trash, but so far no hazardous materials have been found. They add many balloons appear to have fallen into the sea or mountainous areas. This is the third time since May that North Korea has sent such balloons over the border. On June 2nd, its vice defense minister said the operation would be put on hold, but warned if more leaflets arrived from the south, 100 times the amount of garbage would be sent back. A group of North Korea defectors in the south sent balloons on Thursday. They were carrying leaflets criticizing North Korean leader Kim Jong-un and memory sticks filled with South Korean dramas and other data. さあ、いかがだったでしょうか。字幕ありで確認してみましたけれども、アウトライン、理解できましたでしょうか。日本のお隣、朝鮮半島ですね、韓国から、脱北者の方が、北朝鮮、批判するビラを送ればですね、風船で送れば、今度は北朝鮮から、韓国に向けて風船が飛ばされるという、このやり合い、応酬の連鎖ですけれども、まあ、今、停戦状態で、戦争が停戦しているだけで本当に南と北緊張がどんどん高まっている、このニュース見ていきたいと思います。では次はですね、今聞いた NHK ワールドキャスターの上手な英語をお手本にしながら、私たちもしっかりと英語を声に出してスピーキング力アップ、そして難しい単語表現確認、ニュース内容は日本語字幕も参考にしながら、一体日本のお隣韓国、朝鮮半島で何が起こっているのか見ていきましょう。画面左側英語、右側に日本語訳ありますので、この左側の英語ですね、一緒に声を出しながら英語を話すことに慣れて、スピーキング力を上げつつ単語表現内容を見ていきましょう。ではここから音読していきたいと思います。
では視聴者の方も声が出せる方は一緒に英語を話す練習していきましょう。We begin on the Korean Peninsula, where the South Korean military says it has confirmed more than 300 balloons carrying trash from North Korea since Saturday night. South Korea's Joint Chiefs of Staff says it counted about 330 balloons from across the border. Some were found over the capital, Seoul and the Gyeonggi province. ということで、朝鮮半島のニュースです。韓国軍、土曜日の夜以降、北朝鮮からゴミを運んだ風船300個以上確認されたと発表したと。韓国の合同参謀本部、国境の向こうから、北朝鮮から飛来した風船を約330個、数えた、確認したということですね。一部は首都、ソウル、そして近いですね、ギョンギプロビンスという地域でも見つかったということです。それでは、単語表現ですけれども、特に難しい単語ないですけれども、今何が起こっているのか。風船、ゴミを積んだですね。汚物なんかも入っているということですけれども、風船の飛ばし合いということですね。それでは次、ここ見ていきましょう。About 80 balloons have reportedly landed inside South Korea. They were collected by the military and police.Military officials say the balloons were carrying paper and other trash, but so far no hazardous materials have been found. They added many balloons appear to have fallen into the sea or mountainous areas. ということで、約80個の風船、韓国国内に着陸したと報じられている。軍と警察が回収している。韓国軍当局によると、風船には紙などゴミが積まれていたけれども、今のところ、ハザレスマテリアルですね。危険物は見つかっていない。また多くの風船が海や山岳地帯に落ちたようだと付け加えたということですね。本当に国境陸で接している国、そこが仲が悪いとですね、こういうことが起こる。緊張もどんどん高まっていきますけれども、本当に日本という国はですね、私も含めて日本人、海という自然の国境線、膨大な国境線があるので、なかなかこういうことには巻き込まれませんけれども、国同士ですね、お隣の国と、陸続きでつながっているという、そしてそこがですね、仲が悪ければ、緊張がどんどん高まっていけば、こういうこと、起こってしまうんだなということを思いますけれども、では単語、表現見ていきましょう。Landed というのは着陸したですね、Reportedly landed。伝えられるところによると、80個ぐらいがですね、韓国に、飛んできているということですね。そしてどんなものがあるかっていうと、paper and other trash、紙とかですね、trash、ゴミ、そういうものをくくりつけて北朝鮮から風船が飛ばされてくると。ただ、so far、今までのところ、no hazardous materials ですね、hazardous っていうのは危険物ですけども、危険物は何もまだ見つかっていないというか、見つかっていないということですね。そしてこれ環境にも良くないと思いますけども、たくさんがですね、into the sea、海とか、山、山岳地帯にも落ちているということですね。言ってみれば、このゴミを撒き散らしているということで、韓国の人たち迷惑だけではなくてですね、こういう山、川、海、自然にもですね、こうゴミを撒き散らすということで、許されないことかなと思います。さあでは次、しっかりとここですね、音読しながら、内容を見ていきましょう。This is the third time since May that North Korea has sent such balloons over the border. On June 2nd, its Vice Defense Ministry said the operation would be put on hold, but warned if more leaflets arrived from the south, 100 times the amount of garbage would be sent back. ということで、北朝鮮が国境を越えてこのような風船を飛ばしたのは5月以来3度目ということですね。6月の2日、北朝鮮の国防副大臣は作戦を一時停止すると述べたけれども、南から、韓国からビラが届いた場合は、そのゴミの100倍の量を送り返すと警告をしていたということですね。それでは単語表現を見ていきましょう。Put on hold。停止するという表現を覚えておきましょう。Put on hold ですね。Leaflets というのはビラのことですね。Leaflets。そして、100 times。数字プラスこの times で何倍という表現で、100 times。100倍ですね。100倍返しだ。100倍。100 times ですけども、もし韓国がまた北朝鮮を非難するような Leaflets。そういうものを飛ばしたら、ビラを飛ばしたら、今度は100 times、100倍返しにするからなと
ということで、warn、警告をしていたということですね。さあでは、次最後、ここですね、音読しながら、スピーキング力を上げながら、内容単語表現見ていきましょう。A group of North Korean defectors in the Seoul sent balloons on Thursday. They were carrying leaflets criticizing North Korean leader Kim Jong-un and memory sticks filled with South Korean dramas and other data. ということで、韓国にいる脱北者グループが木曜日に風船を飛ばした。彼らは北朝鮮のキム・ジョンウン委員長を非難するビラとかですね、韓国のドラマなどのデータが入ったメモリースティックを、風船につけて北朝鮮側に飛ばしたということで、まあどっちがどうだっていうのはあれですけど、まあ、まず韓国のですね、脱北者の方がこういうふうな、北朝鮮相手を非難するようなビラ、そして禁止されている韓国のドラマなんかを入ったメモリースティックを飛ばした、それに、対抗するためにですね、今度は北朝鮮から飛んできたということで、まあ、喧嘩両成敗ではないですけど、お互いに、まあ、そういうことをしているということですね。本当に人間というものは仲良くなれないのか、同じ、まあ、朝鮮民族、同じ、民族だと元は思うんですけれども、本当にここまで仲が悪くなってしまうのかと思ってしまいます。それでは単語表現ですね。Defector というのは脱北者ですね。North Korean defectors in South. 韓国にいる北朝鮮の脱北者グループが、こういうリフレットですね。北朝鮮の金正恩総書記をクリティサイズに批判するようなビラを、まあ、飛ばしている。そしてメモリースティック、USB ですね。どんなものかというと何が入っているか。South Korea、韓国のドラマとかですね。他のデータ、そういうものを入れたメモリースティックを、まあ、北朝鮮側に飛ばしたと。ということですね。さあ、いかがでしょうか。しっかりと英語を話しながらですね、日本のお隣、朝鮮半島で起こっていることということで、最近緊張が高まっていますけれども、今はですね、まあ、風船、ゴミのついた風船の飛ばし合い、相手方を批判するビラの飛ばし合いがもう起こってしまっているという、こういうニュースでした。さあ、では3番目、総まとめ総復習ということで、今度は字幕なし、英語のリスニングだけで学習した単語表現、そして内容を聞き取れるのかどうか、 NHK ワールドニュースの映像とともにですね、しっかりとリスニング力アップ、情報力アップしていきましょう。 Let's try to understand every detail of this news, but this time without English subtitles. Let's try to understand every detail only listening English with NHK ワールドニュース footage. Let's try it.さあ、それではしっかりとですね、学習した単語表現、そしてニュースの内容を、英語のリスニングだけで理解して、しっかりと英語力、情報力を上げていきましょう。We begin on the Korean Peninsula, where the South Korean military says it has confirmed more than 300 balloons carrying trash from North Korea since Saturday night.South Korea's Joint Chiefs of Staff says it counted about 330 balloons from across the border. Some were found over the capital Seoul and Gyeonggi province. About 80 balloons have reportedly landed inside South Korea. They were collected by the military and police. Military officials say the balloons were carrying paper and other trash, but so far no hazardous materials have been found.They add many balloons appear to have fallen into the sea or mountainous areas. This is the third time since May that North Korea has sent such balloons over the border. On June 2nd, its vice defense minister said the operation would be put on hold, but warned if more leaflets arrive from the south, 100 times the amount of garbage would be sent back.A group of North Korea defectors in the South sent balloons on Thursday. They were carrying leaflets criticizing North Korean leader Kim Jong-un and memory sticks filled with South Korean dramas and other data. さあ、いかがだったでしょうか。字幕なしで見てみましたけれども、しっかり英語のリスニングだけでですね、学習した単語表現、そしてニュースの内容を聞き取れましたでしょうか。何度も英語を聞いて自分の耳を英語のスピード、アクセント、発音リズムに鳴らしながら、しっかりと英語力、リスニング力アップ、そして知らない単語表現どんどん覚えて語彙力、表現力上げていきましょう。あと、日本人が一番苦手と言われている英語を話すスピーキング力、これも練習するしかありませんので、日本にいながらしっかりと音読練習やですね、英語の上手な方の真似をしてシャドーイングなんかをして、しっかりと自分の口を動かして英語を話す練習をして、スピーキング力どんどん上げていきましょう。さあ、
日本の隣、朝鮮半島ですけれども、緊張が、北朝鮮、韓国の間で高まっているということで、まあ、風船ですね、ゴミのついた、風船を飛ばし合う、相手を批判するビラを飛ばし合うということをやっていますけれども、一体なぜこうなってしまうのかということで、なかなか人間は難しい生き物だなと思うのは私だけでしょうか。さあ、では、視聴者の皆さんはどんな単語表現を得て、お隣韓国で、お隣朝鮮半島で何が起こっているのか、しっかり情報力アップできましたでしょうか。こんな感じで、英検一級家事チャンネル。最新のニュースで英語を学びながら情報力もアップできる、そんな動画を配信していますので、いいなと思ったらチャンネル登録、高評価、コメントなんかもぜひよろしくお願いいたします。一緒に英語力と情報力どんどん上げていきましょう。Thank you very much for watching my video to the end. I hope we could get new English vocabularies as well as new English expressions from this NHK World News as well as very, how can I say, important and disappointed news between North Korea and South Korea. What is going on Korean Peninsula? If you think that my channel, AKQ Catch Channel, is good for you, please subscribe my channel and please give me good evaluation button. Thank you very much for watching till the end. Good day. Goodbye.